よーしよーし。あら、はじめまして。私の名前は黒曜ニグラス。そう、スバルの小屋にね、出させていただきました。スバちゃんにちょっとね、太陽の、そう、陽の、あの空気いや、めちゃめちゃもらいすぎてさ、たまらんな、本当にけどね、いや、スバちゃんはとんでもなかったよ。とんでもなかった。もうなんか1メートル以内にいることが、むしろ団長はイカロスなんじゃねえかっていう、あの太陽に向かってさ、あの太陽に近すぎすぎて、あの燃えてしまったイカロスっていうさ、あの神話だっけイカロスになっちまうんじゃないかぐらいの、あの太陽すぎた、マジで。あ、近づくやんか、隣にいるやんか。いや、マジでちょっとね、汗かいてたの、めっちゃもう溶けてんじゃないかってぐらい。したらそれをね、感じ取ってくれたスバちゃんが、え、ちょっと、え、ノイちゃん暑いよね、エアコンつけるよって言ってつけてくれたんだけど、いや、めっちゃ暑かった。なんだろうね今日さ、夜さ、とんでもないよ。あのスバちゃんのね、あの5周年ライブが、そう、開催されるんで、もうそこでもう、うわーみたいな、もう画面からうわーってなっちゃうんじゃないかなって。団長燃え尽きてしまうんじゃないの。いや、スワちゃん同時視聴しませんよ。団長は、なんだ、でっかいテレビでね、そう、リビングで正座してみますから。はい、やっぱスバちゃんのさ、こうで、ソロライブがあった時は、団長さ、今悩んでんねん。いや、現地に行くのは多分ね、ご法度すぎるよね、絶対。いや、でも多分、ホロライブのみんなから止められると思う。ないの、やめろやめろ、バレるぞって、絶対止められんのよ。VIP 席とか、でも VIP 席とかさ、そういうさ、な、関係者席ってさ、え、あれなんじゃないの、屋号とか関係者席ってどうなの。え、でも家族とかじゃないの。家族とか、スバちゃんのさ、なんかファミリーがファミリーが5つで、なんか屋号も5つ。もうちょっと気まずすぎるよ。ご挨拶しなきゃって。何を用意すればいいの。何まんじゅうとか、まこんな感じです。あの配信後もね、配信後もいろいろお話しして、まあ、夜まで、そう、夜までね、お話聞いてもらって、主にね、団長のお話を聞いて、で、スバちゃんもさ、いや、なんか優しいんだよ、本当に。スバちゃん優しくてさ、スバ、いや、でもスバルもさーとか言ってね、スバちゃんさ、もう自分のね、こう、なんて言うんだろう、まあ大変だった話とか、こう、失敗談とかも、いや、でもスバルもさーみたいな、いや、ほんと自分ダメだと思ったよーあははーとか言ってくんの。でもそんな、もう心の中で、そんなことない、スバちゃんはそんなことない、神なんだーって言ってくるの心の中で厄介、心の中の厄介が叫んでた。スバちゃんが自分のね、その失敗談みたいなのを話すために、いや、それは可愛い次元だよーって言って、やっぱ会話の中でさ、いや、そんなことないとか、いろいろ話すと厄介になっちゃうんで、まあ、心の中で団長は、え、そうなんだ、みたいな、スバちゃんみたい な、内心では、いや、違うそう、違うよ。もう少し遊べると思ったのですが、あなたでは私の遊び相手にすらなれないのですね。あ、もう行っていいですよ。あなたの代わりなんていくらでもいますので、さようなら、ゴミクズさん。